正体を見破れ、擬態ワードクイズ。うわミニモニじゃんけんぴょんの時と同じ。本当だ。エディです。以上です。古川です。よし。最強クイズ集団ガブリティオチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回の新企画を、おー考えるね。今擬態ワードクイズということで、はい、あるワードのですね、何文字かを別の文字に差し替えて、うん、別の文章に擬態させました。ほうほうほう、擬態。それを見せるので元の言葉を当てていただこうというクイズになっております、うん、なるほど。はい、まあ、これは例題見てもらった方が早いと思うんで。そうね。はい、じゃあ例題こちらです。これ、はい、クイズ同人誌プリティだ。おー、うん、はい、これがね、3文字入れ替わってこの文章になってますので、はい、元の言葉は何でしょうという問題ですが、なるほど、分かった方はクイズ同人誌プリティだ。だからクイズ法人カプリティオだ。はい、なるほどね。はい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 、はい、クイズ法人カプリティオのほとかとおがそれぞれ別の文字に変わっているよ、うん、ということで、うん、このような文章が出てきます。なるほど。っていうのをやっていこうかなと思いますので。いけそうじゃね。いやー結構むずいんじゃない。いや例えばさ、これメガネ同人誌プリティだって主張してきたやつがいたら、その場合どうする？あげ言葉だ。最後の言葉全部パッと。そうだな。メガネ同人誌プリティじゃないもんね。はい。ないことはない。わかったわかった。プリティはもともとないもんね。まあないからさ。そう、ないもの言い続ければあるようになるやつ好きだからな。ルールは早押しクイズで、うん、正解1ポイント。うん、で、後藤は1問につき2回で失格。ああ、じゃあ1回で好き好き。はい。はい、じゃあ早速やってみましょう。よっしゃ。はい、では第一問いきましょう。よし。第一問は擬態率 31% すごいね。カカオみたいな言い方するんだ。だいたい3割ぐらいの文字が別の文字。あ、はい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 。では参ります。第一問、豆苗でバズるブランド。あ、しまった。はい、東京ディズニーランド。いやあ、しまった、押し負けた。はい、ありがとう。じゃあ東京ディズニーランドを4文字入れ替えて、うん、はいはいはい、糖尿でバズるブランド。あの、あ、それね、こうこうこういうことでしょって上の方でボケようと思ったけど、何も出てこない。ないんだもん、そんなもん。ないでしょ。では、こんな感じで。よし、分かってきた。では、2問目参ります。うい。2問目は、擬態率 42%。 結構違うようだね。違うものじゃん。そう、残ってんのかな。40にギリギリだぞこれ。はい、まだ半分はでも侵食されてないのかな。そう、まだっていうか絶対ダメでしょこれじゃ。50は。はい、では終わります。第2問目はこちらです。バットマン、バカでかいのよ。漢字がないね。そうだね、計算すればわかるんですけど、5文字かわかる。うわー、そうか。じゃあこれちょっとむずいですかね。まあ今のとこむずいな。なんかヒントがあるわけだよね。まあ、じゃあヒント出しますね。おう、じゃあちょっと元の言葉のリズムでちょっと読んでみます。はい、お願いします。バットマンバカでかいのよ。バットマンバカでかいのよ。ずっと真夜中でいいのに。うわー。ずっと真夜中でいいのにかなって思ったんだけど、うん、いやそれだと擬態率超えてるわってなるくらい結構違うんだよ。あ、ちょっと買いすぎだってなったもん一回。よく分かったね。これでいいのか。結構ちげえな。やっぱり5文字変えるとやっぱかなり違う。違うわこれは。いやーでも見事でしたね。あ、よかった。はい、じゃあ第3問参ります。よーし。第3問はですね、擬態率38%。ああ、まあまあこういうことなんですよ。第3問はこちら。いや多いな。薄抹茶、鶏卵と薄抹茶とラザニア。お、大乱闘スマッシュブラザーズ。うおー。すげー。いや終盤詰まってんな。本当だ。いやー、そっか、抹茶から考えたからもう無理だった。いや中盤ごっそり残ってんな。そうですね、本当だ。イランとスマまではね。あー、はい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 、さすがスマブラといえばどこ。えらい。ケイランとウーで、もう大乱闘で会ってくれと思って押しながら確かめて、ラザニアがもうブラザーズで会ってくれと思って。ラザを見つけたんだね。なるほどね。ケイランとウーで切れれば確かに結構ね、大乱闘が見えますよね。あー、それでもむずいね。では次第4問。はいはいはい。第4問は擬態率40%。やばいやばいやばい。重くないか。
とね、そろそろちょっとやばいよ。やばいよな。だってちげえぞ、これだったらほぼ違うよ。はい、でもこちらです。古い計画を取り壊すあの人。もう、ウォッなんか絶対違う字になる。あー、もういい読みしてますね。もう残すのかと思って。古い計画を取り壊すあの人。どこで切れるかが結構重要になるかもしれない。え、マジか。古い池や買わず飛び込む水の音。あまあなぁ、そうかぁ。はい、そうですね、これは古い池をそのまま残してたっていう。はい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 、はい、結構なヒントではあったんですけど。いやそうかぁ。いやよくわかりましたね。ちょっと前にひらめきで同じの出してたなと思って。あー、そうだったね。頭文字のね、FRK のね、はいはいはい。いやこれだいぶ難問かと思いやすい。だってもう半分違ったらもう違うんだよ、それは。まあそうですね、まあ、文字数が17文字ということがね、重要なポイントではあったかと思うんですけど、ね、そうなんだよ。そうね、うんうん、擬態率を数えるために17は指折って数えたのに575と思わんかったな。くそ、本当だ。そうだね、俺次31文字来たら単価だと思うわ。では第5問。よし、第5問は擬態率5位じゃあ違う、そう、まあ、じゃあもうそれ自体が正解なんだよ。半分違うんだ。そうこれはね、結構だいぶ無茶だとは思うんですけど、まあ、皆さんのちょっと能力にちょっと挑戦しようかなと。なるほどね、一目やしよう。じゃあでは参ります。問題はこちらです。牛筋にみんなでウィンク、牛筋にみんなでウィンク、牛筋にみんなでウィンク。14、だから7文字変わってる。7文字変わってるね、うん、これはちょっとかなり難問だとは。うん、いやまあ全然面白いよこの時間。そうそう、シートしてると思いきやめちゃくちゃ面白がってるから。そう、この企画終わる頃には俺ら体重が2キロぐらい。衝撃的だな。さすがにちょっと難しい。はいはいはい、というので、じゃあどこが変わってるかちょっと教えてあげます。おそんなに教えてくれるんだ。はい、はい、じゃあ表示しますね、はい、変わってる部分はこちらです。赤が変わってるポイントですね。黒い文字は残ってるもの。水を打ったような静寂が続いております。これでもなかなか出ない感じですかね。うーん、出た、よし、中華人民共和国か。いやーなかなかわかんねえなー。正解は中国の正式名称、中華人民共和国でした。やったー、これむずい。50% なのとやはり相当な難問ということです。そうね、ヒントをもらったことで字ほにゃらら民だと人民になるなって思って、そっからひらめきました。なるほどね。なでウィンクが共和国ならもう無理よ。ほんとそうだよね。そう、自民の部分をうまく切り取れればそうね、ひらめけるそうね。いやでもね、これ解けるようにはできてんだよね、絶妙に。はい、いやまだ問題は、よし、いくぞ。はい、次の問題はなんと、うん、擬態率 50%。 まあまあ50が限界だよ。うん、ダメだよそれ以上は。50超えさすがにちょっと偽物になっちゃう。残ってなすぎだよ。今回はちょっと本物の時間を残して。問題はこちらです。悲しき玩具に惑うスモールガイ。うわ、悲しき玩具に惑うスモールガイ。18号ですか。そうだね、うん、これはね、前の問題よりは結構面影がある気がする。そう。切る場所とかかな。そうだね、切る場所は結構重要かもしれないですね、うん、いやマジで最後の全然違ったやつから考えるとスモールライト怖えんだよな。まあいけないね。全然違いからするからな。そう、共和国にやってるから。じゃあヒントいきますか。はいはい、はい、じゃあまたあの変わった部分を赤文字で伝えますね、はいはい。変わってる部分はこちらです。いやいやいや、悲しきなんて全くなかったです。なるほどね。まあでもそうだよな、玩具が残ってないと悲しき玩具に変えようとは思わなかったさ。まあその逆だったりはあるよな。うん、これ知ってる？うん、怪しい。ね、若干知ってほしいなとは思う。あ、なるほどね。が、知らないか。お、ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト。おすげー、すごい。やる。いやー、か
い知ってて欲しかったやつ知ってた、ね、知ってて欲しいからメテオミしたもんね難易度ねこのくらいかなみたいなそんなことすげえすげえすげえいやこれはどっか思いついた感じですかいやでもガングだーそうかーいやガングかー、ね、まさか人名とは思わなかったわそうね、人名ねはいいやでもこれは大変な難問でしたけどいやーすごいわ頑張りましたそうなんだよこれで問題でーす結果発表イエーイ今回全部で6問行いましたが、うんうん、全員2点で同時優勝大胸筋がこれは古川さんのドッキリ企画以来の全員優勝全員優勝ね、本当だいやー嬉しいね、うん、仕組んでたら A ティーム優勝ってことにしていいあ確かに僕だけ負けで勝ち負けには絡んでたんだそうだからそうまあこれはね、結構ひらめけるかどうかは、まあ運が良かったかなと思うので、明日また見たらあんまりひらめかないかもしれないくらい、問題がむずかった。でもね、考えてる時間超楽しかったから、またやってほしいなっていう気持ちがありますね。面白かったです。はい。まあ、僕は定義対立の革命児としてね、対立低めの問題を中心にスピードを上げていくというね、はいはい、プレイスタイルでおなじみなんで、それに恥じるね、プレイがね。おなじみなんだ。いやでもなんか、全員がいい問題取って同点優勝なので嬉しいなと思いましたね。そうね。まあ、こいつが同点優勝にしてくれるとはな、リコ。最後、ギリギリ知ってた、もうさ。いや、よかったわ。マジでよかった。なんか、一ボケ挟んでくれるのか、なんて言ってくれるのか楽しみだな。そうシンプル正解してて、嬉しかったな。よかった。ありがとうございます。はい、ということでね、今回新しい企画までやってみましたが、面白かったという方は高評価お願いします。さあ、そしてカプリティオからお知らせです。この度、カプリティオ初となりますオリジナルの謎解きゲームが発売されます。イエーイ、すごい謎解きゲーム。はい、ということで、それがこちらでございます、はい、ドン、クイズ王人カプリティオからの挑戦状、バラは月夜に輝いてという全3部からなる謎解き推理ゲームとなっております。すごい。はい、こちらなんですけれども、脚本が私古川、そして謎解き制作が今日の企画者の AT、はい、そしてですね、出演がこちらパッケージにもなっていますが、人狼アイドルのベイビーウルフのメンバーに出演していただいて、映像付きドラマ付きの謎解きゲームとなっています。ストーリー1大枝瑞希の事件、ストーリー2森川祭りの事件、ストーリー3、我らマイマイこと川村舞の事件の全3編からなる謎解きをですね、ベイビーウルフのメンバーと一緒にあなたが解いていただくというストーリーになっております。こちらなんですけれども、本日7月5日から通販開始となりましたので、概要欄の方からですね、ぜひともお買い求めの上、カプリティオからの挑戦状にベイビーウルフと一緒に挑んでみてください。うん、面白そう。ということでね、画面がありますけど、 AT なんか今回のこだわりとかありますか？ベイビーウルフ、人狼アイドルならではの謎みたいなことで、ぜひ注目していただけたらなと思います。はい、書籍とかね、カードゲームは出したけど、うん、まあ、なんかオリジナルグッズ的なものってあんまりカプリティオ持ってないので、うん、そうですね、カプリティオからの挑戦状というね、前面に出てる名前つけていただいてますので、すごい、ぜひともカプリティオチャンネル視聴者の方もお買い求める上、プレイしてみてほしいなと思っております。ちなみにバラバラでも買えるんですけど、3つ全部揃えて解いていただくと、ちょっと面白いことが待ち受けてるということになっておりますので、ハンナの AT が出てこない。ハンナの AT は出てこないです、うん、まあごめんなさい、ハンナの AT が出るかもしれないので、皆さんぜひお買い求めください。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にビクビクしてる